どうも、虹色ライダーでございます。虹色温泉始まりました。ひっそりと、今回は占いの回でございます。石、えー、石ゆかりさんの、えー、星座占いの本がありますので、それを読みたいと思います。順番に行っております。今回ヤギ座ですね。はい。だいたい1月生まれですか。 ヤギ座行きたいと思います、えー。ヤギ座の風景というところがありますので、まあ一部抜粋で、えー、かなりいろんなこと書いてますけども、えー、ちょこっとだけ読みたいと思います。ヤギ座は十二星座のうち十番目に位置する星座です。おしり座から始まって、おし座、双子座、点々と続く十二星座のがりは、一人の人間の一緒になぞられてます。その星座が持っている仕組みのようなものが人間の生育の各段階の機能とよくこうするのです。おしり座は人がおげやとこのように生を受ける。 まっさらで純粋な生命力に似た力を担っています。おうち座は五感のすべてを用いてこの世界と出会っていく段階を、えー、双子座は言葉を得て人とつながりを結ぶ段階を、と続き、乙女座でようやく教育のプロセスを終了して、天秤座で社会に出ます。社会に出ると人はまず、もともと他人である他者と社会的な関係を結びます。就職や結婚がそれに当たります。これはいわば契約ですが、契約の後に、えー、生身の人間同士としての信頼関係を、 あらゆる個人的体験を通して、えー、情していきます。これがサソリ座の段階です。個人的信頼関係の、えー、情の、え、段階の次には、社会に対する見分を広め、 えー、世界を見渡す普遍的な知恵を手にする伊て座の世界が続きます。そしてその先にあるのがヤギ座の世界です。ヤギ座の世界は大きなお城です。みんなが仲良く住むことができる大きな大きなお城の内側で、人々は確かな力にしっかりと守られています。あるいはヤギ座は一つの王国を象徴する星座です。そこにはたくさんの国民がいて、王様がいます。この王様は暴君ではなく、あくまで 外敵から国民を守り、全ての国民が幸福に暮らせるように骨を折る、心ここ優しく慈愛に満ちた非常にパワフルな王様です。ヤギ座の人はこの国そのものであり、王様でもあります。 ヤギ座が象徴しているのは、暴爆と広がる果てしない宇宙の中に人々が住むためのある程度閉じた世界を構築するその作業です。さらに構築するだけではなく、それを何年も何十年も時には何千年も持ちこたえさせることを望みます。たどり着く場所、守られた世界。人間にとって最終的には何が必要なのかということをヤギ座は具体的にあくまで現実的に追求します。ヤギ座の人がどんな塊を一つの国と見なすかは人それぞれです。例えば自分の生まれ育った故郷を一つの国とする場合もありますし、 で作り上げた家族を国とみなすこともありますあるいは自分が所属している会社やコミュニティ組織え同窓国家などそのあり方は様々ですがヤギ座の人は何らかのえ自分の属する場所に誇りを持っていてそれに忠誠を誓いそれを確かに守ることを自ら認じるのですあ読み語ってるかな任せるヤギ座の世界で大切なものは力です 実力、えー、勢力、生命力、権力や財力などなど、世の中にはたくさんの力があります。こうした力は、自分を外装とするものを排し、えー、他者に影響を与えることができます。 現実を変える力、現実を動かす力、自分や自分の大切なもののために使う力が、ヤギ座の世界ではとても大切にされています。リア、前妻も一つの力です。ヤギ座の人は力を持って、それを善なるものの方に用いることを夢見ます。例えば、冷徹かつ、えー、貪欲に利益を追求するトレーダーが、いつか築き上げた富で素晴らしい個人を経営することを夢見ていたりします。勝つために手段を選ばない生き方をしながら、その勝利の果実は、弱い者を守るため、大切な人を生かすために捧げられるのです。ヤギ座の 人の善は利他というよりも、えー、加護、えー、養護に近いところがあります大きく広げた破壊の中に愛しいものや痛いけなものを集めて守りたいという深く切実な愛情が力を目指す生き方の源泉にあるのですヤギ座の人はとても強い人々ですがその強さの源は実は臆病さや怯えです大切なものを守りたい自分の生き方を守りたいという発想は外界は本質的に恐ろしいもので自分を害してくる恐れがあるという思いに ターンを走っていますヤギ座の人の攻撃は防御が非常に強まったものと言えますヤギ座の人は非常に勇敢に見えてその実心の奥底には深い恐怖心を隠しているのですヤギ座の人の多くは芸術的な才能に恵まれています五感が優れていて素晴らしい感性の持ち主です本物を、えー、たっ飛び、えー、長い時間の流れに、えー、現れてきた、えー、丈夫な価値を愛します ヤギ座の人は伝統的な価値観を深く尊重します。文化財を守ることや古い伝統の美に新しい命を与え続けることはヤギ座の人の使命のようになっています。今だけしか通用しないような薄っぺらい価値はヤギ座の世界には全くそぐわないのです。深さ、濃さは時間によって醸造されます。ヤギ座は時間と深い関係を持っている星座です。 美しいものや価値あるものが時間の風や面にさらされて簡単に失われてしまうということをヤギザは生まれながらに知っています。美や価値の儚さ、弱さを知っているからこそ時間というものの威力に立ち向かっていくのです。一般的には努力か現実的地味、慎重など言われるヤギザですが、その黒い、その暗いくすんだイメージは実際のヤギザの人々にはほとんど当てはまりません。彼らは明るくパワフルでタフで楽しむことに貪欲で行動的で活発です。ファッションはとても美しく、非常に目立ったりすることもあります。こだわりが強く 注目されれるるここことととがが好好きででに立つことを好み生ままなならのリーダーダああも少なくありません勇敢であるが少なくとも勇敢な態度をとることを好みますし侮られることには我慢できず、えー、非常に誇り高い人たちです努力家であるという点は事実ですただし矢木座の努力は努力をたっ飛ぶゆえの努力ではないのです矢木座の人が求めているのはあくまで結果であり成果ですですから自分は努力家だとことさら言ったりはしません 結果が出るなら喜んで最も簡単な方法を選びますし努力した長い道のりを誇るよりどれだけ効率的に結果を引き出せたかというその創意工夫を誇らしく思うのですヤギ座の人たちは王様のように華やかで王様のように美しく王様のようにパワフルで王様のように現実的で王様のように王国に深くコミットし、えー、責任を負っています王様のように利座的で王様のように高みに立ち王様のように全ての人になり代わって神様と対話します王様多いな <laughs> ですから彼らは自然に人を引きつけますなぜなら 多くの人は心の片隅で誰かに引っ張っていてほしい、誰かに決めてほしいと感じているからです。人間の心に強くそうした、えー、弱さを八木座の人はよく知っていて、それを 悠々しく汲み取り、守る力を持っています。みんながお互いの顔を盗み見ながら、答えを探り合っているような状況の中、バシリと勢いよく、これがいい、こうしようと、みんなが納得せざるを得ないような、えー、重厚な結論を、岩を切り崩すように、そこに出せる力、ニーズを引き受け、そこにパワー、まあ権力と書いてパワーを行使する勇気は愛そのものです。山羊座の人が自分でも知らない間に、多くの人の信頼や愛を勝ち得るのは、そういうわけなのです。続きまして、価値観というところありますので、読みたいと思います。山羊座の価値観は。 ローかな硬いローでシンプルですまず現実的な成果に価値を置きさらに継続性を重んじます精神論的なストイシズムではなく結果を出すために行動するということがモットーです参加することに意義があるという発想はありません、えー、他者に対しても実現した人をたっ飛びますし実現に至る努力の存在をきちんと認識します誰かが当たり前のように何かをやっていてもそれが決して当たり前 でででははないこととをヤギ座のの人はちゃんと想像できるのです芸術やスポーツの才能、頭脳、アイデア、社会的成功の力など世の中には称賛されるさまざまな力があります。そうした力を持つ人々をあれは恵まれているだけだよ、運がいいだけだよと軽視する人もいます。でもヤギ座の人は決してそうした見方はしないのです。社会的に何らかの成果を出すということは大変なことで、そのことをストレートに褒めたたえることができるのです。さらに自分の力に関しても自分には力があると言ったり想像したりするだけではなく、きちんとその力で誰の 目にも明らかな成果を捧げたいと考えます資格や学歴の取得大企業や官公庁への就職など世間的に分かりやすい形を目指すことも多いようです社会的にしっかりした立場を築き人から必要とされる人になろうと努力を惜しみません これは努力家であるというよりは、えー、無意を嫌う。肩書きだけで中身のない生き方を嫌うということだと思います。芸術家や、えー、作家、スポーツで名をなす人も多い星座ですが、単にやりたいことができればよいというのではなく、人々に認められ、影響を与え、感動を広めることを自ら認じる傾向があります。読み方間違ったらすいません。目的を持ち、それを達成することを、このテーマにおいてヤギ座の人はとても華やかに生きます。自らをボタンのように密で大きな、えー、代理の花として咲かせようとするのがヤギ座の人の 心意気なのです美意識の強さもその特徴です真に価値あるものはヤギ座のものですヤギ座の人が欲しいのは高級品ではなく本物であり一級品ですヤギ座の人は本物にこだわります本物にはそれなりの理由がありますし本物は一朝一夕では生まれません歴史を経て磨き上げられ鍛え上げられたものをヤギ座の人々は深く愛しますこの神美眼は自分自身に対しても強く作用しますですからヤギ座の人にはとてもファッショナブルな人が多いようです本物を身につけたい 本物でありたいという思いが心の中心にしっかりとあり、その信念に基づいて自分をコーディネートし、創造するのです。ヤギザの美女は芸術的な美女です。そのアーティスティックな才能で自らを芸術品とすることができる人々なのです。最後に行動パターンというところがありますので、そこも読みたいと思います。非常に行動的で、その行動は常に合理的です。理にかない、誰にでも認められる自然な選択を行います。そして行動するとなったら、細部まで無駄なくきっちりと計画を立て、勢いよく前進します。周囲を自然に巻き 混んでしまう組織力を持っていて自然とリーダーの立場に立つことが多いようです。遊びでも仕事でもこの態度は変わりません。さらに参加する全員が楽しいようにするということもヤギ座の世界では とても重んじられます。冒頭に述べたように、えー、ヤギは王国の王様のような立場に立つため、国民のすべてのことを一度は考えてみるという癖があるのです。ただしもちろん、全員を幸せにすることはできないこともあります。そういう場合、心の中にこの人が犠牲になったということを覚えておくようです。真っ向勝負、えー、大冗談に振りかぶって一番大きな報道を行こうとします。徹底した合理性や冷徹さを持つ人ですが、同時に、えー、小賢しい気策やずるいことは、 大嫌いなのです。クールでありながら、どこか正直な熱さを持っていて、それが人を引きつけるリーダーシップの源泉となっています。完璧な組織人であり得るタイプと、孤高の人となるタイプと分かれます。前者の場合は、社会的リーダーシップを勝ち得た場合、そうなるようです。後者の場合は、全員のリーダーとなり得なかった場合、徹底的に自らにリーダーシップを振るうことで、そうなります。他人に、おもねろうとか、えー、誰かに付き従おう とかという、えー、気持ちがないためこの社会において自分で自分の身を守れると判断できれば組織やコミュニティから簡単に離れていくことができます自分自身からの要請にはとても敏感で忠実です例えば調子が悪ければ

靴に沈み込んだりすること,もあるようですと、まあ、以上ですね。はい。ヤギ座の方々どうだったでしょうかつらつらつらと読んでみましたかちょっとね、難しい言葉がいっぱいあって僕もちょっと漢字ね、えー、なんて読むのかなっていうのもちょいちょいありましたけども、えー、こんな感じでございました。えー、また次は、水亀座ですかえー、読みたいと思います。えー、石井ゆかりさんの本でございます。えー、ブックオフとかで売ってると思います。だいぶ前に僕、ブックオフで買ってるんで、 100円でね。えー、それで集めて全部、えー、家にありますんで、読みたいと思います。二次論戦この辺で終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。